チャンネル。おはようございます。2日目の大阪でございます。まあ昨日はホテル着いた後、まあ、いろいろとあり、まあ、1時過ぎには寝たんですけども、今日2日目大阪をゆっくり楽しんで夕方の新幹線で帰りたいと思います。ここどこや、ロッテリア、あれロッテリア、ロッテリア、まあ、じゃあとりあえず観光行きましょう。さあ道頓堀にやってまいりました。すげえ、カールおじさんのあれがある。カールおじさんだよ。カールおじさんを見たと思ったら恵比寿橋まで来ましたよ。あ、そうなの。すげえ、来たよ。大阪来たなーって感じだよね。すごいわ。おお、グリコや、本当にグリコある。はい、ってなわけで道頓堀川の方まで来ました。ちょっとさっき恵比寿橋の方を撮ったんですけど、そこから今、川の下の方落ちました。すげえコスプレの人がいっぱい歩いてるんだけど、ちょっと歩いてみようか。イベントがある。イベント？ただコスプレのさ、コスプレしてる人たちの輪に入って普通に FC 東京サッポの俺が歩いてるって逆じゃない？これ普通にさ、東京のストーンズのシャツ着てたらよかったかもしんないね。まあ、それとほらあまりにも変な格好になったらちょっとこっち行ってみよう。ちょっと今やんか。ありがとうございます。今ので受ける受ける。なるこチャンネルのなるこさんが切られそうになってる。受けるありがとうございます。ありがとうございます。面白い。すげえ、大阪すげえ。多分この動画多分めっちゃあれなんで、結構長い動画になるんだろうなこれ。すげえよこれは。大阪すげえ、面白いよ。大阪すげえ、すげえすげえすげえ。今歩いてた栗根の豚の人見てました。これ一緒に撮るの、一緒に撮るの。あ、すいません、一緒にいいですか。動画なんですけど、すいません。どうもです、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。すげえすげえ。銀玉見つけました。銀玉大好きなんです。銀玉知るのことコラボやってるんで、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。実は俺カグラ当ててます。お願いします。チャンネル登録もよろしくです。今うちの親がとんでもない発言をしまして、俺は思ってない、俺は思ってないんだけど、俺はさ、コハロの方が面白いと思ってるから言わないけど、うちのおふくろが言ったのが、あのコハロよりも今ここなんかコスプレのお店だったらしくて、コスプレやってる人たちの方が面白いと。まさかの発言だよねこれ。大丈夫、俺はあのコハロの方が面白いと思ってるから虫食ってるし、うん、俺は虫を食うコハロが好きだから。いやもうほっとけ、もう俺はもう前進め、俺とりあえず前進め。その私はまあとりあえずもう YouTube のためにためにでもないな、何なの、結構なんだかんだで観光してるんだよね。すげえぞこれ、道頓堀のコスプレのお祭りすごいね。そう、で今日本橋っていうのも来ました。日本橋の近くまで来ました。さあここからどうしようかな。新幹線乗るのが夕方なんで、まだまだ行けるっちゃ行ける。まあじゃあちょっとね、この道頓堀の川をバックに
それ昨日の試合の感想でも言いましょうかね。まあ昨日は本当に、まあ、非常に、まあ、悔しい引き分け、うん、やっぱり広島と名古屋がやっぱつまずいてる時点でやっぱり我々勝たなきゃいけなかったんですけど、まあ、勝つことができなかったって非常に悔しいです、はい。まあけど、まあ、勝ち点4差はあるんで、まあ、まだまだいければと思います。はい、なるこチャンネルのなるこさん、なるこさん、昨日の試合の感想、あと今後を含めて一言お願いします。おい、感想、はい、仕方ないね、宮本の守備がね、抑えましたからね。シュート練習継続。はい、何？今後って何か。はい、じゃあ母ちゃん、コハロンとここコスプレリストスどっちの方が面白いか。はい、どうぞ正直に。アイアンマン。はい、じゃあナルコちゃん、ナルコさん。うん、まあここからナルコちゃん、ナルコさんもやっていきます。コハロン、今ねコハロンと、うん、アイアンマンどっちが面白いか話になったんだけど。アイアンマン。コハロン、違うよ。コハロンは飛行機の中でなんで着替えなかった。まあね。じゃあですね、許可取って着替えろって。まあとりあえずこうやって大阪を楽しんでます。さあ大阪で言ったらたこ焼きでございます。と言ってさっきね、名物カレーの自由券でカレーを食べたんですけども、やっぱりねたこ焼きも食わなきゃいけないということで買いました。じゃじゃーん。見てね。ここがたこ焼きくんってところの大阪で一番美味しいって書いてある、たこ焼きくんってところ、たこ焼き12個入って540円、560円かな。さあ1個いただきます。うわっ、なんかとろっとろ、いやいやいや、いただきます。うわっ、まあ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 、たこ焼き自体は小さめなんですけど、たこがいい感じで中すっげえトロッとして、めちゃめちゃうまいです。おーおーおー、なるこさんが吠えてる。我々はナンバーを後にして今動物園前、西成の方に来ました。西今市の方ですね。でここから多分ボツボツ映るのはこれマジなんで、これは本当今の日本の現状をお伝えするのも込めてやってますんで、ぜひ見ていただければと思います。まあ、ここは通天閣の方向かって歩いていきます。今僕は西成の愛林地区と飛田新地を通って、天王寺の駅に向かっています。で、まあ、飛田新地はまあ撮影 NG なんで撮れないんですけど、愛林地区に関してはちょっと撮れる状況じゃないです。マジでちょっとあそこは本当むやみやたりに入っていい場所じゃないですね。ちょっとね、今マジでビビっちゃってます俺。俺自身、俺がこんなビビるのはないかも。それぐらい怖かった今。まだこれ西成のコーナー、今ここはまあ天王寺区にもうすぐ入って天王寺に向かうんですけど、いや本当にもうね、まあ、怖かったです本当に。というわけでこれから天王寺に向かって、そこから新大阪行って新幹線で帰ります。本当にまあいろいろとあった一泊二日の大阪遠征でしたけど、まあ、試合に引き上げた悔しさもありけど、2日目ね、まあ、高垣とかいろいろ名物カレーも食べれたしね、そこは嬉しかったんで、まあ、また大阪遊びに来たいと思います。その際はどうぞよろしくお願いします。最後に一言ですか。いや飛び出しんち怖え、やばいね。というわけで翔助の大阪
初上陸いかがでしょうか。いかがでしょうか、まあこんな感じでね、まあ、遠征行った時もこうやって動画を撮れればと思いますので、皆さんね、チャンネル登録、あと高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた、東京に帰る次第動画の作成に頑張りたいと思います。では皆さん、ご視聴誠にありがとうございました。またね。ご視聴ありがとうございました。Twitter やミラテベの URL は概要欄を見てくださいね。皆さん、フォローお待ちしております。